キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、優勝するためのキーマン、今日は広島カープ編でございます、はい、ね、うん、昨年は2位になったけども、なぜか今季下馬評が低いっていうね、はい、はい、うん、仕方ないね。まあそれは西川選手抜けるっていうところも大きいですしね。でもそれをカープファン的に覆すためには、うん、この選手が頑張れば、うん、ね、昨年2位からジャンプアップして優勝も夢じゃないのかっていうところで、うん、はい、オープン戦調子良かった、はい、今日この放送もう3週間ぐらい経ってると思うけど、はい、この選手がどうなってるか鍵だけど、あとはね、おー、オープン戦調子良く、はい、開幕ローテーションイリアっていう話も聞くけども、うん、はい、ね、だからアドゥアが10勝したら、うん、チャンスあるね。ありますね、うん、正直ね、新星が出てくるっていうね、うん、やっぱこのね、もう既存の選手たちどうなんやっていうね、はい、ところで言うとやっぱ大瀬良ね、うん、やっぱ大瀬良が15勝しなかったから辰川さんがね、解説者引退に追い込まれるっていうねしてないですけどね、してないしてない、うん、っていうところで、はい、まあでも15勝したのが2018年の1回だけ で、うん、で今まで 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 シーズン投げて2桁勝ったのが4回、うん、はい、でも2桁勝たないとな、うん、大瀬良が、はい、まあ、最低でも10、もう、うん、15とかもう高望みしない、はい、もう大瀬良10のアドワが10で、はい、いい感じでいけるんちゃうかっていう、うん、でそしたら床田とかはね、多分言わなくても普通に10ぐらいね、10勝はできると思うんだよね、うん、はい、床田が昨年11勝、はい、ね、初の2桁かって言ったところだけども、まあ、2年連続まあ、3年連続かな、うん、投球自体は安定してたからね、はい、そこの勝ち星がっていうところはあったけども、うん、まあ、昨年ねしっかり 2.19 防御率で11勝してるんで、うん、まあ、今年ねこれはもう怪我なく1年いければ普通に回るでしょうっていうところと、はい、うん、まあ、栗がね昨年ちょっと勝ち星は、下げちゃったけど、うん、ね、まあ、8勝でも防御率 2.53 だから抑えてるから、うん、援護さえあればっていうところだから、はい、まあ、ここもね栗も普通に投げていけばしっかり援護さえあれば10勝できるっていうところもあるし、うん、はい、まあ、森下も去年ね前半ちょっとね、うん、出遅れたっていうところもあるけども、防御率 3.01 で9勝だから、うん、まあ、普通に投げてたら10勝できるから、はい、だから床田と栗と森下は普通に投げてたら、うん、援護さえしてくれれば10勝は硬いから、はい、大瀬良とアドワがこう10勝して、うん、他の選手たちがどこまで頑張るかによるけども、うん、ここできれば、もしどっかができなくてもここが貯金作れるやん、うん、だから大瀬良とアドワの10勝は優勝するためにはちょっと頑張んなきゃいけないからっていうね。5人10勝すごいですよ。そうそうそう、だからこそ、うん、でも大瀬良とアドワが10勝できるかできないか不透明だから、はい、うん、そうですね、うん、だからここがついていければ、うん、えぐいじゃん。いや結構なえぐいですよ、うん、5人10勝っていう、うん、だここが大瀬良とアドワの10勝てるかどうかはポイントになってくるのと、うん、あとは常広、はい、どうなるんだろうな。今何してんだろうね、ちょっともう分かんないの。3月25日現在ね、はい、キャンプ入りもね、うん、あの学業優先でちょっと出遅れたっていうかね、はい、入りが遅くなって、うん、あの2軍からっていうね、はい、ところもだったけども、どうなんだろうね、いる、うん、いやどこにいるかがちょっと分からなくて俺らの情報不足かも分かんないけど、はい、ちょっと所在不明元気だったらいいけどね、うん、怪我もなくね。そうですね、うん、でも分かんないんだもん、だって。おーでもね、はい、いやー、おー、いい球投げるねとかもないからね、うん、ないそう見てないので、うん、うん、まあ、でも途中から出てきてくれたらね、それはプラスになると思う。だから常井を信じようを取ったら、うん、ね、これはかなり優勝に向けては大きいよね、はい、いや相当大きいですよ、うん、うん、で、栗林復活の聖望、うん、はい、ここはね、うん、でしかもターリーがちょっといなくなってるからね、はい、ハッチとハーンはどうなんやっていうね、うん、ハーンも消息不明ってのが1個捨てられてました。あ、本当？そうだ、ハーンね、あれハッチは先発なんだよね。ハッチはローテ入る、ミツバチね、はい、ハッチ、かわいいですよね。だから登場曲ハッチ、ミツバチ、ハッチって言ってくると思う。ハッチの曲ってそんな曲なんですか、ミツバチ、ハッチって。飛べ飛べハッチだと。へぇー、だからカープショップでね、はい、うん、ハッチのミツバチって売り出されるかもわかった。あ、なくはないですね、活躍したら。うん、だからまあね、うん、外国人の頑張りも必要だけども、まあ、あとは大瀬良が2桁勝って、はい、栗林が聖望ぐらいバシッと取ったらね、うん、はい、これは結構安定してきてる。投手陣はもう安泰ですよ。しかもアドワが2桁勝ったらでかいからね、うん、別の日の新人王ね、はい、
で、まあ、野手陣でいうと、うん、まあ、坂倉のベストナインだね、うん、まあ、優勝するためには、はい、多分優勝したら必然的に坂倉ベストナインになると思う、ね、うん、なりますね、うん、あとはね、小園選手あたりとか、あ、小園もベストナインね、うん、あとシャイナレイノルズが規定打席、はい、ちゃんと活躍をすると、あ、規定打席に行くってことは、うん、そこそこ活躍できてる証拠だから、うん、はい、シャイナレイノルズが規定打席ね、はい、あと田村も規定打席、うん、行ったらそこそこできてるってことでしょ、はい、そしたらチャンスあるね、数字言わなくても、うん、はい、ね、規定打席到達するってことはもうほぼレギュラーだからね、うん、はい、だからシャイナ、田村、レイノルズが規定打席行ければ、うん、打線としたらカバーしっかりできてくるんじゃないのかな、つながる打線になりそうですね、うん、昨年、うん、昨年とかだったらね、あのマクブルームとか、あとはあのデビッドソンとか、うん、やっぱ規定打席行かないじゃんね、今、うん、シャイナーに引っ張られて100年って言われてない言ってた100年がちょっと面白すぎて笑いこれなくなっちゃったちょっとシャイナーからね、うん、はい、昨年ね、うん、はい、ギャバン、シャリダー、シャイナーじゃないやからねごめんなさい、それわかんないです、分かんないです、分かんない、多分子供の中では大人別としてね、子供の中では、はい、ルフィぐらい有名だよ、え、今の子供の中でですか、うん、俺らの時の、あ、それちょっと知らないですよね、今のルフィぐらい有名だよ、へえ、これはもう超有名だから、もう潮さんの皆さんみんな知ってると思う、じゃあ多分私と同い年ぐらいの人たちは知らないかもしれないですね、うん、うん、それは 1000% 知らないね、はい知らないですね、はい、はい、あとは筒香電撃遺跡、おー、あります、え、なんかちょっとなんかあれ飛ばしなのかな、まあ報道機関はどこも伝えてないんだけど、うん、はい、昨日の夜中に X でちょっと巷で話題になっててな、ジャイアンツのマイナー参加を、うん、外れたっていうところで移籍先探してるみたいな、うん、はい、うん、広島としても欲しいですね、それ欲しい、外野やっぱいないからね、うん、うん、そこでいればね、はい、でまあファーストもね、うん、できるしね、はい、そこはでかいなっていうところもあるけども、うん、やっぱで秋山、うん、菊池が怪我なく1年、そうですね、元気にね、去年もこの最後のクソドタンバンド忙しい時にどんだけ人いなくなったんやっていうね、うん、ところで、まあ、戦力層が厚くないから、はい、まあ、その中で戦わなきゃいけないところでやっぱ核が抜けるとね、うん、きついからね、はい、そういった部分では、まあ、秋山菊池もベテランになってくるけども、うん、まあ、怪我なく1年できるかどうかはポイントだし、はい、レイドズ、シャイナーの、ね、田村、これ規定打席到達したらそこそこ結果残してると、うん、でそしたらおのずとね、先発陣も勝ち星ね、特に栗とか森下とかね、うん、抑えてるからね、勝ち星普通に2桁には乗ってくると思うから、うん、であとはね、大瀬良との復活とアドアのね、はい、新生先発がうまくいければね、うん、ワンチャンあるよね、はい、だからこれ一番ハードル高いのがやっぱりレイノルズ、シャイナー、田村の規定打席やな、うん、これが一番ハードル高いな、そうですね、やっぱ外国人が通年で活躍してくれるっていうのはね、うん、実はでかいじゃんね、うん、はい、大きいです、でもそれぐらいやんないと、うん、やっぱなかなか去年のと同じようなところは難しいんちゃうかっていうところはあるんでね、うん、去年一瞬一位になりましたからね、うん、だからそこら辺はね、はい、カープファンの皆さんはねどう捉えてるかね、うん、ぜひコメントなんで、あとはギャバン、シャリダー、シャイダー、私知ってますっていうコメントもお待ちしてますはい